モーリス・スミスは、アメリカ合衆国の男性キックボクサー、総合格闘家、ワシントン州シアトル出身、ジ・アライアンス所属、元 UFC 世界ヘビー級王者、元ホカキックボクシング世界ヘビー級王者、元イスクムエタイ世界ヘビー級王者、UFC 殿堂入り、1九9二年にピーター・アーツに敗れるまで、八年間キックボクシング界で、無敗を誇り、 ヘビー級の頂点に立ち続けた。また、総合格闘技会においても、UFC で世界ヘビー級王座を獲得するなどの活躍を見せ、UFC に貢献した選手に授与される UFC 電動入りの称号も獲得している。現在は、モーリス・スミスキックボクシングセンターというジムを経営している。もともとフットボールの選手を夢見ていた少年だったが、13歳の時に、 ブルース・リーの映画、ドラゴン・怒りの鉄拳を見て格闘技に目覚め、テコンドーに入門する。テコンドー以外にも小刀館カラテやエーハル・コブシの経験もあった。18歳の時、当時ようやく軌道に乗り出したアメリカのフルコンタクトカラテの試合をテレビで見たことから、それまでの伝統的な武道を止めて、キックボクサーとしてのキャリアを開始した。プロデビューは21歳で、 デビュー戦で世界戦のリングに上がり、トニー・モレリが保持していた WKC 世界クルーザー級タイトルに挑戦したが、判定で敗れた。翌年の1983年、ハワイでトニー・モレリの持つ WKC 世界クルーザー級王座に再度挑戦、小勝利で初の世界王座を獲得する。初来日は1983年5月21日。 公楽園ホールにて全日本マーシャルアーツ連盟の工業でドン、星野、ウィルソンの持つ他世界クルーザー級王座に挑戦し 11R までもつれ込んだが判定負けを喫したこの試合後オランダの工業に参加ムエタイスタイルに強く惹かれオランダメジロジムのヤンプラスの下でムエタイを学ぶ1983年8月にトラビス・エベレットを破り 念願のほかキックボクシング世界ヘビー級王座を奪取。やがてイスクムエタイ世界ヘビー級王座を獲得した。1989年11月29日、第2次 UWF の東京ドーム大会 U コスモスに参戦し、一種格闘技ルールで鈴木実に右ストレートで小勝ちした。勝利直後にリング上でヘビー級の体格にもかかわらず後方宙返りを見せた。 1990年、他スーパーヘビー級王者のケビン・ローズイヤーと、後楽園ホールで対戦。1R に、ムエタイ並みのしなやかな右ハイキックを、ローズイヤーの左顎に決め、小鉢を収めた。1990年9月、日本武道館で、イギリスのフロイト・ブラウンと、自身初のムエタイルールで試合をするが、予想外の苦戦を強いられる。判定で新勝したもののブラウンの必要な、 同攻撃で試合後一人で満足に歩けない状態になった。高田信彦が対戦したいと発言したことを受けて全日本キックボクシング連盟が高田に事前に何の交渉もしないままスミスとのカードを発表。試合当日高田が来なかったことでリング上で10カウントを鳴らし高田の試合放棄という形でスミスの勝利と主催者が宣言した。 1992年4月9日、フランスにて、ピーター・アーツに判定で敗れ、8年間無敗の記録に終止符が打たれた。1993年4月30日、第一回1回 K1 グランプリに参戦。ピーター・アーツと並ぶ優勝候補として期待され、1回戦は、負傷により欠場した、スタンザ・マンの大役制度会館の後川里、これに判定勝ちしたが、 準決勝では当時日本では無名だった、アーネスト・ホーストの左ハイキックで失神小負けを喫した。その後パンクラス参戦、第2次 UWF 時代に因縁の生まれた鈴木実船木正勝らの挑戦を受け、総合格闘技をメインに活動することになるが、まだ総合格闘技へ順応しておらず、30代を超え前世紀より力も落ちていたことと、バスルッテニや、 ケンシャムロックなどトップどころとの対戦が主だったせいで、パンクラスでの戦績はあまり芳しくはなかった。対戦をきっかけにシャムロックがアメリカで主催する道場、ライオンズ伝で総合格闘技を学ぶようになると、そこでフランクシャムロックと出会い、フランクがスミスにグランドテクニックを、スミスはフランクに打撃テクニックを互いに教え合う仲になる。 1996年1月24日にリングス初参戦。高坂強しに敗退するが、高坂の技術に惚れ込んだスミスはアメリカに、高坂を招いて、フランクシャムロックと3人で総合格闘技チーム、アライアンスを結成。弱点であったグランドテクニックを徹底的に習得した。その成果が発揮されたのは、 マーカスコナンの保持するヘビー級王座に挑戦した同年10月のエクストリームファイティング3でスミスは充実家のコナンからスイープでトップポジションを取るなどグランドテクニックの向上を見せ 3R に右ハイキックで TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した1997年1月22日リングスで前田明と対戦しネックロックで一本負け 1997年2月1日、フランス・パリで、ジェロム・レヴァンナの持つイスク・ムエタイ世界、スーパーヘビー級王座に挑戦するも判定負け、イスク2階級制覇を逃す。同年3月28日には、エクストリーム・ファイティング4において、村上一世を相手に初防衛に成功するものの、同大会を最後に、エクストリーム・ファイティングチャンピオンシップが消滅。 同年7月17日には UFC に初参戦し UFC 世界ヘビー級王者のマーク・コールマンに挑戦する。コールマンのマウントポジションからのパウンドとヘッドバットの猛攻をしのいでスタンドに戻すと打撃で反撃し判定勝ちを収め王座獲得に成功した。10月17日にはタンクアボットを下し初防衛に成功するも12月21日の UFC ジャパンでランディクー・トゥアに判定負けで王座陥落。しかし、世界レベルのレスラーであるクー・トゥアを相手に総合格闘技への適応能力を見せた。1998年には K1 に復帰。戦績はかんばしくなかったものの、名前に傷がつくことを恐れるよりも、競合との試合を選んだ姿勢は高く評価される。以後、K1 には2003年まで。 断続的に参戦。2001年には北米地区予選トーナメントで優勝。また、同時進行して継続して、総合格闘技も続行。UFC、リングス、ウェフで活躍。レナート・ババル、ブランコ、シカティック、ヘンゾ・グレーシー、ペドロ・ヒーゾなどのビッグネームと対戦した。2007年5月19日、アイフルでマルコ・ファスと対戦し、TKO 勝ち。 2008年6月8日、戦局初参戦となった戦局第三人で、吉田秀彦と対戦し、今朝がたで一本分け。ありがとうございます。